明日でもホンダドリーム SI レーシングの渡辺和馬です。今回のテストの感想についてよろしくお願いします。はい、僕は1年ぶりの、GSB EWC 仕様のマシンと BS タイヤなので、まずこの2日間はその感覚を取り戻して、普段乗ってる ST1000 の車両との違いの部分で、自分の感覚をすり合わせているところなんですけど、比較的順調に馴染めている、順応してきていると思いますし、タイムも決して悪くないので、いい流れをつかめているんじゃないかなと思ってます。今年のチームの強みをよろしくお願いします。やっぱり日立アステモさんの全面的なバックアップがあって、電子制御であったり差すブレーキと全体的に連携を取りながらマシンを作れているので、チーム力全体的な力ももちろんですし、いいバイクが作れているというのはこのチームのすごい強みなんじゃないかなと思ってます。8台見るなら BS12-12 ビビビと来る番組揃ってます。心にビビビ BS12-12